いや、いや、来た来た来た、なんだこれ。おー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 、マジ？おー、社交界じゃねえかよ、お前これ。雷雨パワー強すぎだろ。にゃーい、ということでやってまいりました。おい、雨つえよ。おとらむくのももね様、ごきげんよう。グワルだ。はい、ということで在任地までの1日がスタートいたしましたということですね。まあ、本日もね、素潜りの方をガンガンやっていきたいなと思うんです。おー、すげえよ、雷が。でもね、ちょっと僕ね、気になったんですけど、離島でラコスケに会ったら、まあどうなんのかなみたいなことが気になったんで、まあ今回はね、離島で素潜りをしに行くというね、まあかなりアグレッシブなチャレンジなんでございますけども、その前にね、本日雷雨なんで、めちゃくちゃいい海の生物ゲットできんじゃねえのこれ。やってこうぜ。深夜になる磯ソちゃん、メッセージカードって仲良しの子からもらうととっても嬉しいよね。あたいも磯ソちゃんに喜んでもらいたくて心を込めて書いてみたよ。返信くれたら嬉しいな、タンタンより。毎回こいつ返信しか求めておこねえ。うわー、ちょっと怖いわー。もう雷雨すごいよ。おい、こいつ修行僧かよ。こんな雷雨の中ライブ開いてんの誰も来ねえだろ。いや、いたわ、マジかよ。で、ちょっと本日のね、マリンスーツチャレンジでも行きますか。おい、あそこに待ってよ、体操してるやつもいたぞ。で、ちょっと行きますか。本日のマリンスーツチャレンジ、何色かな。何色何色、マリンスーツは。え、マリンスーツ売ってねえんだけど。おいおい、ゴミか。あ、わかった、マリンスーツ売ってない日はエルボーシスターズにシュノーケル売ってんじゃねえ。ほら、それ交互システムか。踊れよ踊れよ。ねえ、誰が着んだよこんなん。あれは、おめえビーチサンダル売ってる場合じゃねえだろお前。こちらトイレスリッパじゃ。思わず怒りでサングラス買っちまったよ。おマジ似合う。雷雨だからとんでもねえのいるんじゃねえの。ほれー、あ、これとか絶対すごいぞこれ。ええ、マジ早いぞこいつ。ちょっと待って待って、早いぞ。おい、捕まんねえよこら、マジかよ。よし、おい、うわ、うん、おい、邪魔だ。よし、今だ今だ今だ。いやいや、来た来た来た、なんだこれ。おーおーおい、マジ？え、おい、社交界じゃねえかよお前これ。雷雨パワー強すぎだろ。おい、マジかよ、飛び込んで一発目でオーシャゴーゲットしちゃったよ。ラッキーラッキー。まあいいや、離島でちょっとラコスケ出るか試してくるか。まあちょっと雷雨だからな、ラコスケも休みだろ。それ休むわ。はぁ、あ、シャゴーゲ持ってきたから。おい、これ受け取れやん。お前これオーシャゴーなんか小さくなったな。何これ、スモールライト。オーシャゴーゲってどういうやつなの教えて。オーシャッカイは暖かい海のサンゴ礁に生息する世界最大の二枚貝です。大きいものだと殻の横幅2メートル、重さ優に300キロを超え、寿命も100年以上だと言われています。エソちゃん捕まえたのめちゃくちゃ小さかったやつだけどさ、片手で胃を持ち上げられたな。海水をろ過してプランクトンを食べるほかに、褐虫藻と呼ばれる藻の一種を体内に住ませて共生関係を築き、藻が光合成によって作り出す糖分やタンパク質をもらって成長しているのです。随分他力本願の野郎だな。上を向いて殻を半開きにしているだけで養分が供給されるとは、なんとも羨ましい限りですね。博物館で下を向いて寝ながら口を半開きにしているだけで展示品が供給されるとは、羨ましい身分だよな。てめえもこの島のオーシャゴ街じゃ。いやいや、俺は離島行くからよ。邪魔だよお前。おめえこの取っ手の痛いとこでおめえの後頭部ガンってやるぞ。おう、ゴミでも働いてるか。じゃあマイル旅行券ゲッチュするか。7万4000マイルあるからな、全然余裕よこれ。使ってねえからな、ほぼほぼ。離島行かねえからな。けぇ、おい、どけよ、お前。そういや、タンタンが返信欲しいっつってたな。タンタンさんへ、タレパンダがお前のことをブチッってよ。エソソより。しゃっしゃ、やってきたぜ。ここでちょっとラコスケ探すから。なんかこっちも天気悪いな。ちなみにこれは何島っつうやつだ？うん、俺そういうの詳しくねえからよ。あ、でもなんかこれいいんじゃない？これ。なんか魚捕まえやすい島じゃねえの？まあ興味ねえけど。まあ一応な、
ちょっと家具だけはゲッチュしとくか。おい、ふざけんなよマジ。あ、待って、この状態で、助かったわ。おい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 、蜂もザコいもんよ。あ、落ちた。木の枝じゃねえかよ。あ、来た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 。これこれ、なんだこれ。お勉強セット、勉強しろっつうのかお前。まあいいや、じゃあ早速ちょっと海潜ってくるわ。行ってくるぜ。あ、行けんじゃん。マジ？ラコスケちょっと探すか。あー、でもなんかここもそんな広くないな。でも広くないからこそ離島の方が捕まえやすいんじゃねえか、これもしや。倍がいい。あ、でもいいじゃん、離島もこうやって泳げんならさ、離島で集めた方がいいかもしんねえな。うん、離島の方が捕まえやすいぞこれ、狭い分。島は広すぎ。あと、うちの島汚染されすぎ。あ、待って、なんか、これ泡でかいから、これちょっと、あー、これ、あ、え、これ待って、レアワークだぞ。マジかよ。よし、来た。なんだこれ、おお。おい、待て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 、今日は、大阪デーじゃね。え、オオシャコ結構ゲットできんじゃん。マジで？昨日なんて島3時間ぐらい泳ぎ回って1匹も捕まえられなかったのに。離島いいぞ。チミたち離島で捕まえた方がいいから。うん、離島捕まえやすいぞ、これ。狭いからな。これも真珠とか？もしかして。重心じゃん。富士壺。先輩、今日なんで俺がチューンハット被ってるかみんな教えてやろうか。あ、これ見てくれ。どうよ。水にぷかぷかチューンが浮かんでるように見えるだろ？そのためだけに今日はチームハット被ってきたんだから、こういう細かいファッションに気を使えるのがな、ファッショニストだから。お、真珠来た。マジで？真珠とかこういうレアなやつとか取りたいなら離島おすすめだぞ。回りやすいし、狭いから追い込みやすいし、いいこと尽くしだぞ。ただね、未だね、ホタテが出てこねえんだよ。おい、ちょっと俺ラコスケに会いてんだけど。ラコスケに会うためにわざわざ離島までやってきたのによ。基本的にいる生物はあんま変わんねえな。あ、離島だから変わるかなと思ったけど変わんねえわ。天気悪くても変わんねえな、これ。ホタテ全く出てこねえな。もしかしたら、離島じゃホタテ出ない説があるかもしれん、これ。ラコスケもここまではちょっと守備範囲じゃねえかもしんねえな。で結構ね、10分15分ぐらい潜っただけで、まあこれぐらいはゲットしたんだけど、まあね、ここら辺だよね。真珠とか、この大社湖街。この辺すごくねえか。まあ、ウニとかも結構高くれるからいいんだけど、まあ、いらねえもんはね、こうやって逃がしてあげればいいから。うん。銀鮭はいらんわ。これ多分ウニだな。大体見分けつくから。アホや。いやね、もう結構泳いだけど、これでもホタテ出ねえから、まあ、離島でラコスケが来ることは、まあ、ないだろうな。あとはもう天気次第だけど、まあ、天気で変わんのかどうかわかんねえから、ちょっとそれはな、一回島で試すか。自分の島でな。まあ、別に離島でラコスケに会ったとこでもう島と会うのと変わんねえんだけどな。おいおい、こいつまだここで体操してんのかよ。どんなメンタルしてんだよ。やってまいりました。日本代表エソト選手。エソト選手の飛び込みの点数やいかに。エソト選手、今スタート。華麗なる飛び込み。いやー、まさにうんちのようでしたね。おら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 、ホタテ来たわ。あ、出てきたわ。やっぱ天候とか関係ねえわ。今取ったホタテ、ちょうだい。まあいいだろう。ありがとう。おい、DIY レシピくれ。ついでに一言、言ってもいい？拒否権ねえだろ、こっちに。カレー風はカレーにあらず。手作り風は手作りにあらず。おいおい、また一瞬正気に戻ったの、こいつ。今日は満足だね。で、ちょっと、こいつ追うと面白いらしいから、ラコスケ追ってみるか。あ、いた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 。おい、食え。ホタテ食え。食え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 。どう？あ、食ったわ。食べてるわ。あ、この島の汚染された貝食ったわ、あいつ。じゃあごまん、とりあえずちょっとラコスケ追ってみるか。それは奇妙な時間でした。あの時確かに、私はラッコと心を通わせていたのです。ちなみに離島でラコスケと会ったっていう人はコメント欄で教えてください。離島に出てこない説を確実なものにするために離島にいるラッコを絶滅させます。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。
今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。